岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。バッターボックスは8番鎌本。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ホークス1点ビハインドで迎える最終回です。打ちました。ボテボテ、ショートが前に来る、取った、アウト、ワンアウト。打席には9番バッター高谷。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。メッセンジャー、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコースへ決めました。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。打ちました。センターに抜ける、高谷、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。初球手を出してきません。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。変化球、空振り、ツーアウトになっています。2番バッター今宮、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。外のボール打った、これは面白い当たり、ここは打ち上げています。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。ソフトバンクホークス痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、相手はさすがエース、チャンスもあったと思うんですが要所で抑えられてしまいましたね。まあそうですね、なかなか点が取れないというようなことはある程度分かってたと思うんですけどね。まあ残念ですね。明日以降の修正に期待したいですね。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のホークスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。